父を飲む乳児授乳は、乳児に乳を飲ませること。母乳を直接与える場合と人工の乳を与える場合がある。母乳とも言う。子供が母親の胸に吸い付く搾乳刺激によりプロラクチンの分泌が促進されることで母性行動を誘発し母乳が分泌される。直接乳房から飲まさなくても母乳を用いる場合を母乳栄養。 母乳を用いず育児用の粉ミルク他のみを用いる場合を人工栄養を両者を併用する場合を混合栄養と称する。日本の産院では出産直後は母親を休ませるために母子を離して新生児にミルクを与える例があり、その後母乳のみで育てても厳密には混合栄養に分類されることになる。日本では1歳を過ぎると母乳では 成長に必要な栄養を十分摂取することができなくなるとされ、離乳が厚生労働省の指導等により推奨される。ただし、社会によっては3歳近くまで食事と並行して母乳を与え続ける文化もある。日本においても2、3歳頃まで母乳のみを与える育児法の指導が一部で実践されている。母親は両手で赤ん坊を横抱きにし、乳首を含ませる。 添い寝して与える場合もある。医学的に問題のない場合は、母乳栄養、特に母乳を直接チブサから飲ませることが、最良とされている。日本でも厚生省が、母乳栄養推進運動を盛んに展開した。ネスレなどの大手食品メーカーが、粉ミルクの宣伝を行い母乳栄養を妨げているとして、ボイコット運動が展開された。ふう ユニセフの母乳代替品のマーケティングに関する国際基準の決議に危険した日本でも現在では粉ミルクの TB 宣伝は禁止されている。母乳を与えるのは必ずしも生みの親とは限らない。医学的な理由で母乳を与えることができない場合や母乳が不足する場合、社会的な理由で直接授乳できない場合、美容的な理由によって 直接授乳することを避けたい場合などに育児用の粉ミルクが広く用いられる。1980年代に入り母乳の蘇生に近い粉ミルクが開発されるようになった。子に先天代謝異常以上がある場合は特別に調整した育児用粉ミルクを用いる。牛乳は鉄眼有量が少なく乳時期から1日 400ml 以上飲ませると 鉄欠防性貧血の原因になりうるので、育児用粉ミルクや、母乳の代わりに飲ますのは一切以降にすべきであると、されている。欧州では牛乳を早くから乳児に飲ませていたので、フォローアップミルクが開発された。かつて、青森県の農村では、母乳の不足をやむを得ず、薄い米の研ぎ汁で補ったことがあった。その結果、 幼児に発生したリボフラビン欠乏症はシビガッチャき病として知られる。ありがとうございます。